ファジアーノ・岡山 FC、ファジアーノ・岡山 FC、ファジアーノ・岡山 FC は、岡山市、倉敷市、津山市を中心とした岡山県全県をホームタウンとする日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟するプロサッカークラブ。故障は、ファジアーノ・岡山、ファジアーノ・岡山。川崎製鉄水島サッカー部の OB により、創設されたリバーフリーキッカーズが前進。 2007年8月に J リーグ巡加盟クラブとして承認され、2009年より J リーグへ加盟している。ホームスタジアムはシティライトスタジアム、練習場はマサダサッカー場。チーム名のファジアーノ、フェイジノはイタリア語でキジ、キジを意味し、強度に伝わる桃太郎で、キジが活躍したことを及び、岡山県の県庁がキジであることに由来する。 チームカラーはファジアーノレッド。現行で使用しているエンブレムは2017年12月に新たに発表。旧エンブレムから引き継いだ生地は縦型の枠をはみ出して大きく羽を広げながら力強さを強調。生地の12枚の羽はサポーターの背番号を12を意味し共に歩んでいく姿勢を示している。また背景の色はチームカラーのファジレッドのみから 瀬戸内海の海を表す輪を加えた2色とした。変更は2004年のクラブ発足以来初めてで、制作は J リーグに依頼。クラブがコンセプトを伝え、外枠が桃の形をしたデザインを含む8種類から選んだ。エンブレムと共に、チーム名のロゴの字体も筆記台風に変更した。チームマスコットは、生地をイメージした始まるであるが、J リーグに登録はされていない。 クラブ理念は、子供たちに夢を。上田隆人郎、神大阪、穂坂一世、甲府、西野明平、水戸、青木光太、途中加入、千葉、三木亮太、途中加入、神大阪、野田博志氏、途中加入、浦和、広永良太郎、途中加入、FC 東京。後藤慶太、鹿島、近藤を通る浦和、裏は、キムテヨン、水戸。 岸田裕樹、神戸、山中正明、ジェフリーザーブズ、篠原光二郎、新卒、福本直淳、新卒、宮田直樹、新卒、中野裕太、途中加入、横浜 FC、イ、ドンミョン、途中加入、K リーグ、普山、白谷武、途中加入、水戸、新中岳、松本山、宮城 FC、青木光太、千葉、保坂一世、 甲府、桑田新一郎、広島、イリアンストヤノフ、広島、元ブルガリア代表でチーム初の欧州出身選手、市柳海割れ、仙台、元世代別代表、大道博之、鹿島、仙国連、柏、レンタル遺跡、久喜田慎吾、新卒、昨シーズンの特別指定選手、チアゴ、途中加入、元広島、野田博士氏、浦和へ復帰、 川原千佳竹、引退。西野明平、引退。キムテヨン、東京 V、K リーグ、大田七隅へ完全移籍、木山、公平、東京 V さぬき。中林洋二、広島、服部孝太、広島、川又健吾、新潟、レンタル移籍、アンデルソン、新潟、呉大陸、新卒、飯田良、新卒。戦国連、柏手は、ば 金沢、宮田直樹、松本、リ明キラ・岸田裕樹、山中正明、引退、小林祐希、三木亮太、牧浦裕二、小寺祐希、か、角良平、臼井仁志、引退、瀬尾竜介、引退普及コーチ就任、白谷武、熊本、李東明、大分、山崎正人、柏に復帰岐阜に、レンタル遺跡、ストヤノフ、復帰 公平、松本、久喜田慎吾、松本、野本康弘、秋田、ファビオ、中国サッカーリーグでラシマネ、中牧大輔、FC 琉球。シーズン開幕から4試合勝ちなしで、第4節終了時に21位となったが、第5節ホーム山形戦から3連勝、そのまま8試合連続負けなしで、一気にプレーオフ進出圏内となる6位以上を、うかがう7位まで浮上する。 その後も、しばらく一桁順位はキープしていたものの、6位以内に入ることはなく、逆に、第20節アウェイ湘南戦から7戦連続勝ち、なしの状態に陥り、順位も2桁の11位まで下がり、第23節終了時から第37節終了時まで10位と11位を推移する。第38節ホーム東京 V 戦で勝利し9位に、浮上。 その後再び10位に順位を下げるが、第41節ホーム、栃木ゲースシーズンでの勝利で8位に浮上、そのまま8位でシーズンを終えた。川又が18得点を挙げ、西野明平平のチーム年間最多得点、2009年9得点を上回った。また、失点数はリーグ2位の34失点であった。天皇杯は3回戦で名古屋に敗退した。 新田俊行、岩田、鈴木数分、町田、押谷祐樹、岩田、レンタル遺跡、清水慎太郎、大宮、途中加入。久喜田慎吾、松本、川又健吾、新潟、服部孝太、引退、近民ひとその後復帰、千夜後、アンデルソン、町田、中野裕太、大谷翼、神戸。4月1日、新殿終場となる。 マサダサッカー場が完成した、後日。開幕から11戦無敗で、2位まで順位を上げるも、6月は、未勝利となり、前半戦は9位で折り返した。後半戦初戦の神戸戦には勝利するも、次の横浜 FC 戦の試合中、前半戦チームトップの8得点を挙げた新田が、全治3ヶ月の怪我で戦線を離脱した。金民、ひ氏。 清水が加入するも、リーグ最多17引き分けを喫するなど、勝ちきれない試合が増えた。11月10日の徳島戦に敗れ、2試合を残し、J1 昇格プレイオフ圏内、6位以上の可能性が消えた。なお、最終順位は12位となった。天皇杯は、3回戦で柏に敗れた。染谷和樹、岐阜、久保祐一、鳥取、林洋平。 FC 東京からレンタル遺跡大分、鎌田昌宮美湘南、レンタル遺跡、片山栄一、新卒、上田光太、大宮、途中加入、ウーゴ、元熊本、途中加入。鈴木数分、町田、近民人志、ウルサン現代、桑田慎一郎。押谷の完全遺跡、清水のレンタル延長等、昨シーズンの主力が、ほぼ残留し、 FW を中心に補強を完光したものの、シーズン初勝利が第4節、第8節のホーム北九州戦まで勝ち点を8しか上げられず、第6節終了時から第8節までは19位に、低迷、ホーム初勝利に至っては4月26日の第9節札幌戦でようやく上げるという、スロースタートとなる。しかし、ルーキー、片山が前半戦チーム得点を 4得点の活躍、上田の途中下流により、チームが活性化し、第9節から第27節アウェイで再び、北九州に敗れるまで、クラブ新記録となる18試合連続無敗を達成。前半戦終了時点では、プレーオフホーム開催権を有する4位で折り返し、後半戦も、第27節の敗戦で5位に順位を落とすものの、しばらくは、 プレイオフ出場圏内の6位以上をキープしていた。しかし、9月14日の第31節あワ松本戦での勝利の後、第32節から8試合勝利なし、3分5敗で、特に第36節から4連敗したことで順位を落とし、第37節終了時に、ついにプレイオフ圏外の7位に転落、第39節終了時には10位にまで順位を落とす。押が、 川又、2012年以来となる、J2 での2桁得点を挙げるも、新加入 FW 人が得点を伸ばせず、途中加入のブラジル人、ウーゴもシーズン無得点に終わり、11月15日、第41節ホーム最終戦の熊本戦に、引き分けた時点で7位以下が確定、最終節、2015年の J3 リーグ降格が、決まっていた、再開富山に、アウェーで勝利し、 最終順位は8位となったものの、プレーオフ進出を逃した。11月28日、チームを5年指揮した、影山監督、真中、コーチ、高橋 GK コーチが退任した。岩政大輝、梶亮、良、共に、チーム初の元 A 代表選手、矢島真也、浦和、チーム初の逸話代表選手、レンタル遺跡、岡本秀也、大分、レンタル遺跡。 後藤慶太、石原隆市長、新田俊之、いずれも松本、千国連、長野、鎌田翔宮美、清水、雅子秀則、引退、ウーゴ、清水慎太郎、大宮、上田豪太、岩田。長沢徹コーチが監督に昇格、W 杯出場経験のある、岩政、加治、逸話代表を狙う矢島が加入した。一方で、 全体制の主力メンバーの多くが上手の通り対談した。勝ちきれない試合が増え、前半戦は12位で折り返す。7月8日から8月15日までの8試合に勝利できず順位を下げていった。8月15日から10月25日までの10試合は、負けなしでチームは立ち直り、J2 で3番目に少ない失点35ながら、J2 最多の18引き分けであった。 最終順位は11位。天皇杯は1回戦で鳥取に敗れた。赤峰慎吾、神井大阪、レンタル遺跡、豊川祐太、鹿島、レンタル遺跡、秋吉大輔、甲府、レンタル遺跡、矢島信也、浦和、逸話代表選手、レンタル遺跡延長、藤本香野、明治大学、久保秘書、慶応義塾大学、金珍系。 ムアントンユナイテッド FC、完全遺跡、途中加入、大安家市、甲州久し代、レンタル遺跡。上田隆人郎、熊本、千秋聖天、染谷和樹、いずれも大分、宮田直樹、沼津、田所良、横浜 FC、飯田良、相模原、呉大陸、秋田、瀬尾隆介、上条博明、いずれも引退、畑野隆則、JFL、武蔵野、 岡本秀也、山口、途中遺跡、久保雄一、水戸、途中遺跡。長沢監督2年目、在籍の長かった、上田、田所が退団するも、J1 で実績のある、赤峰、矢島と共に、逸話代表を狙うとヨ川が加入。勝ち点、昨年54、得点、昨年40、得失点、昨年プラス5の3項目を昨年から10ポイントずつ。 上乗せする、プラス点を掲げ、県手、昨年の失点35を維持しつつ、得点を伸ばすことで、自然と勝ち点、得失点も伸ばすというスタンスで臨んだ。開幕から6試合負けなしでのスタート、3勝3分となり、片山のロングスローからの得点などで、セットプレーでの得点が増え、一時は、j に冊いた得点をマーク。第11節終了時に5位に浮上して、以降は、 シーズン終了まで6位以上を維持、第14、18各節終了時には、自動昇格権の2位、うち、第18節の行われた6月12日には、暫定ながら、首位にも立つなどし、前半戦4位で折り返す。シーズンを通じて3連勝、2連勝が、各2回と、大きな連勝こそなかったものの、6試合連続、負けなしが先日の開幕戦からを含め3度。 5試合連続、負けなしが一度と、安定した戦いを進め、矢島が、逸話メンバーに選出され一時離脱する時期がありながらも、チームは勝ち点を重ねた。シーズン最後での8試合未勝利、4分4敗こそ、あったものの、最終順位を6位とし、クラブ史上初の J1 昇格プレイオフに進出が、決定した。なお、プラス点に関しては、失点、44。 リーグ7位が増加した影響もあり、得失点、プラス14、こそ、未達成となったが、勝ち点、64、得点、58、リーグ5位では達成した。また、観客動員平均1万人という目標も、最終戦で1万17人となり、こちらも達成した。J1 昇格プレイオフ準決勝は、3位、松本と対戦。前半に、押谷がゴールを決め、 1>, 1から0で折り返す。後半に追いつかれ、引き分けでは敗退となる中、アディショナルタイムに赤峰が決勝ゴールを決め、2から1で勝利、決勝に駒を進めたが、新大阪に0の1で敗れ、惜しくも J1 昇格を逃した。天皇杯では3回戦で鹿島に敗れた。セカンドチームであったファジアーの岡山ネクストが消滅した。大竹洋平。 湘南、完全遺跡、市森純山口、完全遺跡、パクヒョンジン、長崎、完全遺跡、木山、洸平、松本、7年ぶりに復帰、完全遺跡、石毛秀樹、清水、元、U-21 日本代表、レンタル遺跡、串引正俊、清水、逸話代表、レンタル遺跡、塚川光希、流通経済大学、武田翔平、 神奈川大学、加工地用、JF アカデミー福島、石川隆すぐる、ファジアーノ岡山湯マイナス18、昇格、キム・ジョンミン、スイバラ・サムスン、レンタル遺跡、途中入団、ニコラス・オルシーニ、SV ・ホルン、レンタル遺跡、途中入団、赤峰・慎吾、G ・大阪、ニタドリ・コータ、横浜 FC、島田る・譲ズ長崎、押谷ゆうき、名古屋、 中林洋次、広島、小林修正、長野松原修平、佐抜秋吉大介、矢島晋也、堺潜伏、レンタル遺跡期間満了、岩政大輝、東京ユナイテッド FC、金神竜、韓国、大田、久保雄一、水戸へのレンタル遺跡期間満了、相模原遺跡。伊、伊京手、琉球、途中遺跡、岡本秀也、 山口、長沢監督3年目、岩正や矢島など、昨年の主力選手が退団してしまったが、レンタル遺跡だった赤峰が完全遺跡で加入、代表経験のある石毛、くしびきがレンタル遺跡で加入し、木さんが7年ぶりに復帰した。シーズン通じて連勝が3連勝の1回のみ、引き分けがリーグで3番目に多い16と勝ちきれない試合が、多く、 一度も J1 昇格争いに絡むことができず、最終順位は13位。天皇杯は3回戦で長野に敗れた。シーズン終了後、布圭一郎コーチがザスパクサツ群馬の監督に就任するために退任した。金山俊秋、札幌、完全遺跡、倉原健太、C 大阪、完全遺跡、後藤慶太、松本、4年ぶりに復帰、完全遺跡、 増田茂人、新潟、完全遺跡、浜田瑞木、福岡、完全遺跡、上田孝太、岩田、4年ぶりに復帰、完全遺跡、仲間隼人、佐貫完全遺跡、末吉俊也、福岡、完全遺跡、斉藤和樹、岩田、完全遺跡、伊、四ェ京都、完全遺跡、チェ・ジョンボン、建国大学校、新卒、 松本健太郎、佐賀大学、新卒、武田拓馬、東海学園大学、新卒、安倍海大、東福岡高校、新卒、福本智成、私立船橋高校、新卒、デュークカルロス、川崎ユース、リカルド・サントス、市大阪、途中加入、高橋宗也、広島、レンタル遺跡、途中加入、ジョン・チュン軍、横浜 FC、レンタル遺跡、 途中加入。イキョンテ、琉球、武田忠次岐阜篠原郎、福岡、久喜田慎吾、群馬、渡辺和人、横浜 FC、田中総一、鹿児島、バクヒョンジン、水原サムスン、片山 H、C 大阪、串引き正都市、石毛秀樹、金正民、豊川祐太、ニコラス・オルシーにいずれもレンタル遺跡期間満了、チャン即音。 近藤通るいずれも契約満了、木、和田正、梶良、石川隆史る、いずれも、現役委員体、藤本香野、愛媛、途中遺跡。長沢監督4年目、前年に引き続いて、多くの選手が入れ替わり、篠原や片山といった、主力選手や、竹田や久北といった、在籍年数の長い選手が退団したほか、 カジリョウが現役引退となった。一方で後藤と上田が4シーズンぶりに復帰したことを、はじめ J1 経験のある実力者を多く獲得した。他、高卒、大卒選手を6名迎え入れて、新陳代謝を図った。チームスタッフには、前年途中までアルビレックス新潟で監督を務めた三浦文武がヘッドコーチに就任。3月末には、 クラブ代表取締役の木村正明が日本プロサッカーリーグ戦無理事に就任することに伴い退任した。第5節第9節の時点でリーグ首位に立ち開幕ダッシュに成功したがそれ以降はシリスボミの成績となり、第20節にて8位に転落するとその後はプレーオフ圏内に浮上することもできず、プレーオフ制度が導入された2012年以降では、 最低となる15位でシーズンを終えた。リーグで5番目に少ない43失点と堅守を見せたものの、得点数43はリーグワースト4位であり、勝ちきれない試合が続出する悪癖が解消されなかった。天皇杯は2回戦で町田に敗れた。シーズン終了をもって長沢が監督を退任。ホームスタジアムはシティライトスタジアムである。 公式戦での開催試合数、下記以外の過去の開催スタジアムは、年度別ホームゲーム入場者数を参照のこと。逆記について、試合会場はすべて、岡山県総合グラウンド陸上競技場、シッティライトスタジアム。クラブ発足から下記の場所で練習を行っていたが、利用する天然芝のグラウンドによっては、使用型で芝が荒れたり、 生育不足などによって使用できず、人工芝で練習することもあった。岡山県サッカー協会やサポーター有志は、練習場の整備を求めて、約28万人分の署名を集め、それを受けて、2011年6月に、岡山市議会が丘東城下センター、下水処理場の未利用地にサッカーグラウンドを整備する、補正予算を可決。それを受けて工事が着工された。 2013年3月、マサダサッカー場が完成。2013年4月1日から練習場としての使用が開始され、同時にクラブ事務所も創設以来使用していた、岡山式宅厚生庁の岡山商工会議所ビルからマサダサッカー庁内へ移転した。通常の春季キャンプは宮崎市政目の森運動公園で行う。パジアーノは、春季キャンプ前に、 ウィンターキャンプを行っている。毎年、サッカーとは関係ないユニークな合宿、むしろ研修に、誓いを行う。サッカーにおいては、プレイヤーが、怪我などで倒れ、プレーが続行できなくなった時、選手の判断でボールを蹴り出し、ゲームを中断することがある。これに対し、岡山は、選手の怪我の程度の判断を主審に任せ、こういったゲームを中断するようなプレーをしないことを、 宣言していた。これは2009シーズンのアクチュアルプレイングタイムが、J2 最小であった2試合に、岡山の試合が含まれていたことによる措置であり、アクチュアルプレイイングタイムを増やすためである。この宣言は2014シーズンまで実施され、様々な機会を通じて対戦チームに理解してもらう、努力をすることも合わせて発表していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。